新暦3564年第107代アーケディア法王ラダリアは軍事大国シアへと遠征軍を派兵、一夜にしてその首都ホメロパは陥落し、アルスもろとも雲海の底深くへと沈んでいった。その陰にはたった一人のプレイと天の聖杯メツの存在があった。次のターゲットはイーラに決めた。なぜ世界を破壊する？気づいてるんじゃないか？破壊したがってるのは人間だと。僕が本国から受けた使命は天の聖杯滅の討伐だ。どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか？ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。国民を守るための戦いに身を置けるなら本望だ。君に頼みたいことはただ一つ、あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。一体何の目的で？別に退屈しのぎだよ、ただの。ふざけてるの？の聖杯同士の激突。お前いい目をしてるな。俺の行く道はこの道だ。交わることはない。